プーチン大統領は核安全保障について IAEA 事務局長と会談バイデン大統領ロシアは核兵器を使用しない対北京の最強の禁止令が発令され中国本土の半導体工場から外国籍従業員が急速に撤退共産党へ呪い天心葬儀社が第20回党大会を歓迎 ロシアのプーチン大統領は最近クリミア大橋の爆破に対する報復としてウクライナへの空爆を行ったとし今後より厳しい対応をすると脅し外部からはロシア軍による核使用を懸念されましたザポリージャ近郊でのロシアの空爆も放射能漏れの危険性を高めています 10月11日国際原子力機関 IAEA のラファエル・グロッシ事務局長がロシアを訪れプーチン大統領と会談しました原発事故を回避するために原発周辺を安全な区域に設定することを提案しましたプーチン大統領はザポリージャ原子力発電所に関するあらゆる問題について話し合う意思を表明しました 12日にはザポリージャ原子力発電所が再び外部電源を喪失し、5日間で2回目の停電となりました。 グロッシ氏がツイッターで指摘したように非常用のディーゼル発電機が原子力の安全性とセキュリティ機能に不可欠な電力を供給しているためこれは憂慮すべき事態です原子力発電所の安全性に加えプーチン大統領が核兵器を使用するのではないかという懸念が大きいですアメリカバイデン大統領は11日この件についてプーチンが本当に核兵器を使うとは思わないと発言しました 現在、来月の G20 サミットでアメリカ・ロシア首脳が会談するかどうかが注目されています。 ロシアのラブロフ外相は11日、ウクライナとの戦争を巡り、欧米との対話に応じる用意があるとしながらも、これまでに真剣な会談の提案を受けていないと述べました。次のニュースです アメリカはチップの開発生産から人材にまで及ぶ厳しい輸出規制を初めて発動し中国の半導体開発をほぼ完全にシャットアウトしました評論家によればこれは軍事人工知能スーパーコンピューターなどの分野における中国共産党中共の技術応用がゼロ化されることを意味しそのまま産業時代に戻されることになるといいます 10月7日アメリカ政府は先端コンピューティングと半導体製造装置に関する新たな対中国半導体輸出管理措置を発表し中共による先端コンピューティングチップの入手スーパーコンピューターの開発保守先端半導体の製造などの能力を制限することとしました具体的な規制の一つとしては中国国内の特定の半導体製造施設において アメリカ人がライセンスなしに集積回路の開発または製造を支援することを制限するということですアメリカが中共の先端の半導体の開発や生産をアメリカ人が支援することを明確に阻止したのはこれが初めてです新たな規制は中国に帰国している中国系アメリカ人にも適用されます 中国で先頭を切っている半導体製造装置メーカーアメックの創業者で会長兼 CEO のジェラルド・イン氏はその代表的な人物です。アメックの公式サイトによるとジェラルド・イン氏はアメリカ国籍でインテル、パンリン、アプライド・マテリアルズなどアメリカの大手半導体メーカーに勤務した経験があるといいます。 アメック設立のために中国に戻る前はアプライドマテリアルズで13年間勤務し副総裁にまで上り詰めましたイン氏は60歳で退職し15人の中国人と共にアメリカから中国に戻りアメックを設立わずか3年で中国初のエッチング装置を開発し国際大手の独占を打ち破ったとマスコミに称賛されました しかしイン紙が勤務していたアプライドマテリアルズ社はイン紙や他の元従業員がアプライドマテリアルズ社の発明や商業秘密をアメックに譲渡転用しアプライドマテリアルズ社に対する様々な業務を意図的に破ったとしてアメリカでアメックを提訴しました2009年にはパンリンも台湾でアメックを特許侵害で提訴しましたイン紙の他にもアメックの取締役にはアメリカ国籍の人が何人もいます 原来美国政府就已经发现这样问题，只是随着俄国入侵乌克兰，让美国的拜登政府加紧力道，从科技的制成、晶片的成品，那最终就是包括人才的全面围堵，设计的软体也会禁止中共去使用，等于是给中共的科技发展全面的瘫痪战。 数百人の中国系アメリカ人のエンジニアが中国本土の半導体関連企業で重要な人物となっていますが中国のチップ産業に対するアメリカの新たな禁止措置が出た途端これらの人材は揺れていると日経アジアンレビューが11日に報じています業界幹部やアナリストの中にはこの制限が中共のチップ産業に大きな打撃を与える可能性があると見方しています アメリカ市ウォール・ストリート・ジャーナルは12日情報筋の話を引用しアメリカの半導体サプライヤーはすでに中国での事業を停止していると述べました中国のチップ業界をリードする超高メモリ社が真っ先に打撃を受けたといいますアメリカのサプライヤーは同社への新しい機器の設置を停止しすでに設置されている機器の技術サポートも停止していると伝えました またアメリカのサプライヤーも同社から従業員を撤退させ始めています10月11日中国の半導体企業である長江メモリー長金メモリー技術上海修正電路研究開発センター家庭工場合皮市の長金メモリー半盛石会などのアメリカ国籍従業員が相次いで辞職したことが拡散されました 2008年から中共が実施した海外人材招致計画専任計画は徹底的に禍根を抜かれるだろうと指摘されています江蘇省の半導体業界関係者であるコ半氏は13日アメリカ国営放送ラジオフリーアジアの取材に対し中国の半導体業界の幹部やエンジニアの多くは海外からの帰国者でありアメリカのグリーンカードを持つ者やすでにアメリカ国籍の者もいて 国籍かキャリアかの選択に迫られた時彼らはアメリカを選んだと示しましたさらにこれらの幹部は基本的に皆辞職する企業の成功には少なくとも4つの要素がある第1に技術第2に人材第3に経営第4に市場だ中国は市場だけで全3社のいずれも備わっていないためこれらの半導体企業は致命的な災難に直面する可能性があると語りました 時事評論家の馬修氏はラジオフリーアジアに対しアメリカバイデン大統領は中国が最大の競争相手であることを明言しアメリカのハイテク資源や技術者の中国への流入を許さないというのがアメリカの立場だと話しましたこれはアメリカ中国のデカップリングではなく完全な遮断であるとしています 以下的这些先进的半导体制成，哈、哦，决心要和中国脱钩，这个对中国的半导体相关的发展，哈、哦，会造成蛮重大的冲击。以技术的等级来看的话，就十四纳米以下一律禁止。那十四纳米以上，就包括你的机台的维修人员，就是后这些生产芯片的那个后勤资源。

なぜなら共産党は今日まで統治を維持するためにハイテクに大きく依存してきたからですビッグデータ収集顔認識ゼロコロナ政策など国民を監視する手段の裏にはチップは不可欠です如果メイコル对中共进行高科技診断的に用不了几年中共の这些监控设備这些大数据这些这些什么人工智能的に失效中国自己造的计算机系統的に根本就没有办法去実施这样的大数据 哦，没有大科，这、就、个、是、就是高科技的这种，嗯，数据搜集，不知道定位每一个人所在的位置，不知道你是不是跟某某人进行时空伴随。你想，中共现在所有的所谓的动态清零政策还能够实施吗？他根本就没办法做了，等于是。也就是说，如果高科技这方面不能够给中共提供足够支持的话，中共对中国人民的监控和限制的话，其实也就瓦解了。 台湾国防安全研究国防戦略及び資源研究所のソシウン所長は中共政権を技術面で制限することはマクロ的に見れば人類文明の選択であるとしました人類文明の選択はつまり民主主義と権威主義の競争でありこれこそ本当の革新的な問題だと言います最後のニュースです 中国共産党第20回党大会を目前にし天津市の第一葬儀社は11日公式ウェイボーで第20回党大会を喜んで迎え我々と新しい未来を共に反映させようとコメントしました中国語の「共に開く」は「ゴンチャン」と言い共産は「ゴンチャン」と発音され音が似ていることから共産党の士気が近づいている呪いかと嘲笑の声が上がりました その後同社のコメントはネット上から削除されましたこの話題が中共のタブーに触れたのではないかという推測がされていますまたあるネットユーザーは天津市トップの李光中が党への忠誠心を示すためによく使う技だが今回は力を出しすぎて誤って巧妙に仕組まれた風刺をしてしまったと示しました 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相，绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 p a t r o n 我系 Zack，下次再同大家见面，俾多啲鼓励我哋。